こんにちは、一作チャンネルにようこそ。バイオリニストの松本一作です。最近ですね、演奏の仕事とか、レコーディングの仕事でいっぱい予定が入ってしまって、なかなか YouTube の動画を撮ることができなかったので、時間を見つけて何かネタを iPad に書いたりして、過ごしておりました。今日はですね、お酒の席でよく聞かれる質問の一つにお答えしたいと思います。高嶋ちさ子さんや博士太郎さんって上手なんですか？こういう質問をですね、お酒の席でよく伺うことがあるんですよ。だいたいこう飲んでてみんなほろ酔い気分でですね、すごく気分が楽になって、聞きにくいことも、聞いてくださると思ってるんですけれど、そういう時はですね、僕はこうやって答えてます。うまいと思えばうまいっていいんじゃないですかねっていう答え方をしたりですね、博士太郎さんって楽器の演奏もとてもアグレッシブで楽しいし面白いけど、それ以外の能力もすごく高いじゃないですか。ちょっと汚い話だけど、お金を稼ぐマネジメントの力、人を使うマネジメントの力とか、作曲の力とか、トークの力とか、そういうものが総合してとても魅力的に見えるので、演奏がすごく上手いからというふうなイメージではないのは確かです、みたいな感じでね、答えるんですよ。ただ多分僕に聞いてきたということは、演奏が上手いかどうかだけで尋ねてきたんだと思います。演奏が上手いか下手っていうのは基本的には3つほどありますよね。リズムがきっちりしているか、音程がきっちりしているか、とても表現に優れているかどうか、この3つなんですよ。僕たちプロの奏者もしくはきっちりと教育を受けた方だったら、そういうものは基本的にはできているので、高嶋ちさ子さんや博士太郎さんがそういうミスをしたら一発でわかるんですけれど、一般の人は僕たちよりも相当音程やリズムに関してわからないところが強いと思うんですよ。だけど人から上手いと言われたり、テレビでよく映ってたりすると、あ、素敵だなと思ったりする。だけど上手いかどうかわからない、もしくは他の誰かが演奏してるのを聞いて、それと博士太郎さんを聞いてどっちが上手いかわからないとか、いろんな疑問がどん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 生まれてくると思うんですよ。それでストラディバリウスっていうね、すごく高級なバイオリンを使ってるから素敵な音が聞こえるみたいなね、そういう疑問もいっぱいあると思うんです。やっぱり音程がいいとかリズムがいいっていうのは、自分で判断する能力がない限りは上手いかどうかっていうのが判断できないのであれば、しょうがないことだと思うんですよね。で、僕なりの答えなんですけれど、博士太郎さんも高嶋ちさ子さんもとてもミスをしています。CD とか DVD とかではほぼミスをしてない状態で出してるんですけれど、テレビの生収録とか何かのバラエティ番組でちょろっと弾くとか、そういう時はかなりミスをしています。ミスっていうのは、いろんな人がミスをするんですよ。僕たちプロの奏者がミスをしないと思ったら大間違いで、判断ができないだけでミスはいっぱいあります。世界一流の奏者さんでも、周りにいるいろんな奏者さんでも、ミスはどうしてもしてしまうもので、ミスしないからうまいとか、そういうことではなかなか判別がつきにくいんですね。さっきも申し上げた通り、CD とか DVD では、もう何回も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 リテイクを重ねて、ダメだ、帰ってきちゃった。はい、すいません、ちょっと息子が帰ってきまして、いろいろとトイレに行きなさいとか、手を洗いなさいとか、うがいをしなさいとか、言っておりました。ちょっと続けさせていただきたいと思います。どこまで話したっけな。ちょっといろいろ端折ってしまう、もしくは重複してしまうかもしれませんが、上手か下手かという観点でいけば、なんとも言い難いんですけれど、ただクラシック流の技術においては、博士太郎さんや高嶋ちさ子さんはバラエティとかライブとかで見せるその演奏に対して、結構露骨にガンと間違う時もあります。それを下手というのであれば下手だと思います。僕も演奏家の端くれとしてですね、やっぱりミスをしない演奏というのはほぼ不可能なんですよ。もちろんちょっとちっちゃなミスではなくて、大怪我をするようなミスでも、聞いてる人見てる人にとって不快に思わせるものは基本的には下手くそとか、見てる人が評価をするわけで、それを上手い下手というのはもうしょうがないことなんですけれど、明らかにこう
何かでっかいミスをして相手に不快感を与えてしまったら、それはまあ下手って思われてもしょうがないですよね。それはもう仕方がないことなんですけれど、いろいろ考えることがあるんですよ。葉加瀬太郎さんの出ているバラエティ番組とか、そういうものを見るとですね、おお、アウチとか、そういうふうに思うことすごくあるんですけど、これをなぜ公共の電波で出してるんだろうなというのを一回考えるんです。僕もこうやって動画を撮ったり動画を編集したりしていろいろ考えることがあるんですけれど、まずですね、テレビには僕らみたいな YouTube とは違ってですね、ちゃんとした総合監督のような方がいらっしゃったり、撮る方がいらっしゃったり、出演者がいたり、いろんな方が関わってるんですけれど、一度収録したものに関してはやはり編集というのはとても難しくて、ミステイクがあったらもう直しようがないですよね。で、葉加瀬太郎さんも人間なので、やっぱりどんな時でも間違うことはあります。で、ただですね、この収録をしている時にまあ一回ミスってしまったとしましょう。でも他のトークが完璧だったらどうしますかね。その自分のテクニックの何かのもつれでミスってしまって、そのせいで全部テイクを収録し直すというとなると、皆さんに迷惑かけるじゃないですか。その動画が演奏目的でなければ、まあ別にいいんじゃないかなって僕だったら思います。聞いてる人にとっては些細じゃない場合もいっぱいあると思うんですけど、それを訂正するのに全部を収録し直して、それを編集してというふうに考えると、まあいいですよ、僕がちょっとミスしたとかそういうものを風評で広まったところでそんなに問題じゃないですよね。自分がどうするかというよりも、やっぱりこのテレビ局や番組をどうやって回していくかというの方が、葉加瀬太郎さんは多分頭にそういうことを考えてやってると思うので、ちょっとミスしたぐらいだったら全然いいんじゃないかなと、彼自身も思ってるんじゃないかと、予想なんですけど思います。そもそも編集する人も音程にすごく敏感な人かどうかもわからないじゃないですかね。そういうもんなんですよ。で、自分の出す CD とか PV だと、おそらく何度も収録して何度も聞いて、自分で聞いて確認に確認して、リテイクにテイクを重ねて、それで作り上げて、しかもレコーディングエンジニアという方がいてですね、その方がノイズを消去したりとか、音程のミスを少し修正したりとか、本人もそれに向けてものすごい練習をして臨むわけですよ。でもテレビのちょっとした収録で細かなところっていうのは、多分そんなに練習する時間が全く取れないと思います。その状態でやってるので、本人自身も多分諦めてますね。はい、もちろん予想です。もちろん予想なんですけれど、ですので、まずそういう些細なミスに関してはある程度の背景を想像することができるので、まあ同業者として僕の場合はしょうがないなって思います。聞いてる人は分かんないけれどね、他の人はどういうふうに思ってるか分からないんですけど、僕は仕方がないなと思います。うん、それでもし下手と思うのであれば、それでいいんじゃないですからね。誰でもミスしますよ。うん、むしろですね、ミスをしてる方がなんか人間味が感じられるんですよ。僕自身もテレビ収録の経験があったりとか、いろんな人前で演奏するときに 100% 完璧な演奏をできましたなんていうのは今まで一度たりともないです。人はミスをするものっていうことを前提にしてはいけないんですけど、それは僕たち演奏者さんがきっちりと心がけていればいいだけの話であって、他のことをいっぱい考えることたくさんあるんですよ。さっきのテレビの収録のこともあるし、ですのでそういうほころびを聞いて、あ、この人は下手だって思うのであれば、そりゃしょうがないんじゃないですかね。例えばそれがコンサートであってもそうですね、いろんなことがあります。世界一流の奏者さんであってもミスることはあります。ミスを指摘して上手いか下手を判別するというのはなかなかだから難しい話で、演奏の仕事で外で活躍している人たちは基本的に技術をしっかりしている。特にバイオリンにとっては英才教育が施されているので、ミスしたら自分自身がわかるんですよ。なんでも仕方がないなというふうに思います。すいません、話がまとまらないんですけれど、聞いてる人がどう思うかは自由で、上手いと思えば上手い、素敵だと思えば素敵、下手と思えば下手、それでいいと思うんですよね。素直にいいと思えばいいと思います。僕たちみたいにこう耳で聞いて音程の悪さが分かってしまったり、リズムの悪さが分かってしまったら、
それこそ純粋に楽しむことができないと思いますし、そういう楽しみ方もあるんですけれど、それよりはやっぱりいいな、綺麗だな、素敵だなっていうふうに思う方が音楽の聴き方としては幸せになりやすいと思うんですけど、いかがなもんでしょうね。誰それさんがこのアーティストがすごくいいよっていうふうに紹介してくださったり、 YouTube のチャンネル登録数がうん万うん十万っていう方だからとか、プロフィールになんとかコンクール優勝とかね、そういうことをいっぱい情報を得て、それでうまいと感じて、もしくはうまいというふうに刷り込ませて聞いてうまく感じる、それでも全然すごくいいことですよね。素敵と思える演奏音楽に出会うことってなかなか少ないと思うんですよ。なのでそういうふうに思ったのであれば、わざわざそれを汚す必要はないなんて思うんですけれど、どうなんでしょう。博士太郎さんっていうのは、いろんなことに優れてる、もしくはいろんな人の力を借りてる、いろんな人の助けをもらってあれだけの活躍をしているという方だと僕は予想しているので、何かをミスをしたり、何か汚い音を出したりとか、そういう風な状態を見て下手という風にレッテルを貼り付けるということは僕はしたくないです。一演奏家として私もミスることはあるし、もちろんたくさんミスりますよね。そういう答えでよろしいでしょうか。なんとも言いにくいところなんですけれど、演奏音楽というのはもう本当にそれだけで十分で、相手が下手とか上手いとかはあまり詮索する必要がないんじゃないかな。純粋に素敵、つまらんで十分だと思うんですけど、いかがなもんでしょうね。いろんな意見があると思います。質問の答えになっているかどうかわからないんですけど、僕はそういうふうに考えて彼らの活躍を見ております。この動画良かったとか、ああこういうふうに考える人もいるんだとか、いろんなことを思っていただければ幸いですし、もしよろしければ、高評価ボタンをいただいたり、チャンネル登録をしていただくと、とても嬉しいです。よろしくお願いいたします。今日は博士太郎さんや高嶋ちさ子さんのような活躍しているバイオリニストが上手か下手かという質問に対して僕なりの一つの答え方をご紹介いたしました。今日の動画はこれでおしまいです。ありがとうございました。バイバーイ。